大玉新品種のさくらんぼ山形紅王が天童市内の学校給食に登場。子どもたちが地元の味を堪能しました。天童市内の小学校に届いた真っ赤に輝く山形紅王。天童市では子どもたちに地元で育てられた大玉新品種の味に親しんでもらいたいと、去年から市内の小中学校の給食で提供しています。美味しい給食をいただきます。貴重なさくらんぼを前に子どもたちは大はしゃぎ。口いっぱいに頬張って初夏の味覚を堪能していました。なんかちょっと酸っぱいけど甘くて美味しいです。100美味しいです。それの10倍欲しいです。今日提供されたのは直径およそ3センチの 3L のものが中心。山形紅王の独特の食感に驚く児童も。今食べた時なんでちょっとびっくりしたんですか？なんかちょっと普通のさくらんぼより硬くてびっくりしました。普通のさくらんぼよりも一回りぐらいサイズが大きくてとても美味しいです。食べられて最高です。今年は合わせて127キロの山形紅王が市内の小中学校で提供されたということです。